ごめんなさい、なんかまた30分前設定しました。ちょっとリップを足してもいい？配信始まったのに。ちょっと色がね、欲しい。よいしょ。なんかリップね、唇に色がないとちょっとはね元気のない感じなので。はい、ただいまです。はあ、皆さん今何してるんですか？夜ご飯かな。最近はね、外がねもう6時なのに、18時なのに外がまだちょっと明るいんじゃないですか。うん、だから最近の感覚はちょっとね、うん、仕事中お疲れ様です。仕事から帰り中ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。私もさっきまでお仕事しました。さっきまでして、で、あ、ここはもうちょっとこうしてほしい、ああしてほしいで、気づいたらもうすぐ6時、あ、もうすぐ配信の時間だ、うわーって思ってバタバタして、あの配信しました。あ、危ない。そう、ギリギリまでお仕事しました。私、自然光がないとなかなかお仕事できないから、なかなかっていうか、なんか自然光の方がいいから、そう、ここからっていうか朝から、朝は準備して、午後も準備して、違う準備はねして、で仕事をして、でさっきまでだから今日一日、とある仕事のために一日使った。撮影、まああることを撮りました、あることを撮りました2回言っちゃった、同じこと。多分3日5、2日後くらい言います。今はまだ言えない今はまだ言えない、うん、なんですけど、そのために私1日使ったの。しかも片付けはまだしてない、今終わったばかりで。そう、だからまたまた後日にうん、散らがってる、めちゃくちゃ散らがってる、もうやばいよ、目の前のこの光景がめっちゃやばい。後で配信終わったら後でゆっくりで片付けます。めっちゃやばいですよ今はなんですけど、普段はそんなに毎日してることなんですけど、普段はめっちゃ適当だから綺麗にしてるけど、お仕事だから、今日はねお仕事だから結構いろいろやって、今はめっちゃなんか汚い状態ですまあでも、うん、片付けしてから配信すればいいのに、あの、ね、なんか30分前設定したんじゃないですか。30分以内で切るっしょと思ったらちょっと待って、この間も同じことあったよね。
30分以内、うん、できると思ったら全然できなくてギリギリまで、うわ時間がないと思って配信始めた。え、この間も同じことあったよね。30分前設定したのに。やばい、もう髪の毛もめっちゃボサボサ、本当に下ろしようかな。でも下ろしたら暑い、うー暑い。暑い、めっちゃ暑い最近は。間に合わないパターン。もうなんだろう、ギリギリ髪伸びた。そう、髪伸びた。最近美容院に全然行ってないから伸びた。インナーカラーめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、今つけてるの。もういつだっけ、めちゃくちゃ前、1ヶ月以上つけてて、だからいつもね、なんかいつ落としちゃ、落としても、落としちゃっても、なんだろう、なくなってもおかしくないじゃない、1ヶ月だから。でも頑張って毎日押して、はあ、今日はまだちゃんとつけてくださいねって。取れちゃう、そう、いつ取れちゃうの、もうなんか取れちゃうでもいつ取れちゃうでもおかしくない状態なんですけど、ちゃんと今日もちゃんとつけてくださいと思って、なんかないと、今はね、インナーカラーがないとなんか物足りないと感じてて2回目なんですけど、2回目なんですけど、ほう、私にとっても欠かせないだなと思って。うん、そうなんですけど、今ちゃんとつけててよかった。うん、ちゃんとついててくださいって感じです。ちゃんとついててください。はい、あ、でも暑い、本当にめっちゃ暑い、夏だ。でもあ、なんだっけ、クーラーまだつけてない。皆さんはつけてますか。暑い、つけてる、ガンガンつけてるの。まだ扇風機でガンマ、扇風機持ってないんです私は。クーラーつけてる、なんかクーラーつけたらね、もう負けちゃう気がする。だって一回つけたらもうこれからつけるってことじゃない。今言ってることわかる？あの、一回つけたらもうあれからずっと、あ、ウサギのため、あ、それはウサギはですね、確かに暑いのが苦手だから、ちゃんとつけてください。なんか一回つけたらもうずっとつけちゃう。だから今はまだちょっと、もうちょっと我慢しようかな。6月まで、6月はダメかもしれない。もうなんだろう、私の我慢力がだんだん下がってる気がする。1年目の時はね、日本に来てなんか一人暮らしになって1年目の時はね、めちゃくちゃ我慢したの。冬も、1年目の冬はですね、暖房を2回しかつけてなかったの。
冬なんか本当に死ぬかと思ったギリギリまでつけた。今はもうなんか今年の冬を毎日つけててなかったらもう死んじゃうもう今年の冬はですね毎日つけてた。無理と思って、本当に1年目の時はめっちゃなん、うん、頑張りました。クーラーもつけないし暖房もね、2回、うわ今だと無理だ。そう1年目の自分の頑張力にね尊敬する尊敬する、うん、クーラーもねもうちょっと頑張ってみようと思って、今はね今はまだ我慢できる状態じゃない。無理しすぎてはいけない。そう今私もそうもう私もそうもうなんかもう、うん、ダメだったらクーラーつけるんですけど、今はまだ我慢できる、うん、熱中症に注意。そうそれな。あでも私はあの体温、私の体温は普通の人よりちょっと低いので熱中症もまあなくはないけど、そんなにでも暑いのが苦手なんですけど、熱中症になるなったことはそんなにない。でも苦手体温低い人方が熱中症なりやすいよ。え、そうなの？え？なりやすいですか？え？そうなんだ。多分お水いっぱい飲んでるから、母親の影響で。うん。あー汗かきにくいから、あーそうなんだ。でもお水をいっぱい、水分呼吸はいっぱいいつもしてる。もう本当にママの影響で、というかママの影響もそうだし、逆に日本人はあまりお水飲まないなと思う、いつも思う何だろう、みんなあまり飲み物を飲まないなと思って、私はめちゃくちゃ飲むんですけど、なんだろう、日本の飲み物もねサイズがちっちゃいサイズがちっちゃい、こんなサイズのタピオカあるんじゃたまにはないよこんなないよちっちゃいと思って、ペットボトルもなんだろう、なんかちっちゃい飲み物なんかちっちゃいちっちゃくて高い、そうなんか高い、本当に高い、うん、高い
ね、飲み物だけなのになんか高いタワーもうちょっと大きいの、そうこんなサイズのタピオカはねないの、なんか400、500円くらい、なんか本当になんか私なんか40秒間くらいもう全然飲めるちっちゃいし高い、うん、まあタピオカだけではなくて全体的にね、そう台湾はなんだろう、飲み物が大好きかな、ボラ文化の違いだと思う。待ってください、誰す、ナキさん、ナキさんコマありがとうございます。ナキさん飲み物もそうです、スープももうスープ大好きなんですよ、スープを飲む、スープめちゃくちゃ飲む。え、これは台湾と日本の文化の違いが私の家の謎のルールかわかんないですけど、私家でめちゃくちゃあのスープを飲むんですよ。あ、でも家かもしれない、だって学校のなんか給食でね、めちゃくちゃスープ飲むの、私いつもめちゃくちゃスープ飲んでて他の人はそんなに飲まない気がする。じゃあ私の家の問題が。でももう一つあって、あのラーメンとか食べるんじゃないですか、ラーメンのスープを全部飲むの。台湾の人も結構かなりなんか本当に最後まで飲む人がかなり多くて、でもこの理由があって、日本のスープがしょっぱいだから、なんだろう、味付けのイメージなんですけど、台湾はそんなにしょっぱいくない、なんだろう、もうちょっと薄いかな、人間を飲んでも大丈夫な程度日本はなんか全部飲んだらね、あの体に悪いので塩分はね高いから、そうなんですけど、多分台湾人のあの舌に合わせて、人間じゃないごめんなさいね、あの最後までってことですよ、全部飲んだら、日本のラーメンのあのスープはね全部飲んだら体に悪いんじゃないですか。まあうん、薄いのか、薄いより普通に飲めるスープって感じにしてる台湾のスープはね。だから日本よりあの薄い、でもなんだろう、普通に飲めるスープってことです、飲めるスープってことです。日本の体に悪いの分かる、 WWW でしょ。でもね、なんだろう、味噌汁もそう思うんですけど、味噌汁はそのまま飲むものじゃないですか。なんだろう、まあ、ラーメンのスープを最後まで飲まないのは分かるんですけど、味噌汁は飲むんじゃないですか。しょっぱいしょっぱい、もうだからね、あのたまにはねケータリングあるんですよ、あの握手会とかコンサートとか、スープ飲みたいけど味噌汁だったら我慢する。だってしょっぱいものを飲んだらなんか含まっちゃう、なんかね水分を体に止まっなんか止めっちゃうとととと止まっちゃう止まっちゃう、うん、なんためっちゃうためっちゃうから、そうだからね、あのお仕事の前にスープを基本我慢する、むくんじゃうです。そう味噌汁体にいいんですけど塩分はね、それともあのいつものケータリングのあの方が作った味噌汁がしょっぱいか分かんないんですけど、そうそれしかあんまり味噌汁飲まないから分かんないんですけど、いつもなんだろう、うん、だからそんなに飲まないんですね。うん、
大阪のうどんの方が塩分やばいですけど W、うん、なんか、うん、県民省がなんかどこかで、うん、なんか聞いた気が聞いたことある気がする県民省かな、うん、なんですけど、でも そもそもなんか日本のスープをという飲む習慣なんて言うんですか、飲む習慣、飲む文化がそんなにないじゃないですか。だから大丈夫なんですけど、台湾の人はね結構飲むんですよ、最後まで飲むので、もしあの塩分量だったらやばいですよ。うん、情報源は基本県民省かドラマ否定的ないわそう、私の情報はねいつもと 番組とドラマかな、県民省。でも県民省めっちゃ好きだったの、なんか台湾でも放送されててメモしてたんですよ、この県はという文化があって良くない文化があって、メモもちゃんと書いてて、いつもこの人たちは同じ国に住んでるのかと思いながら書いてた同じ国なのにと思って、うん、まあ方言もそうですし食べ物もそうですし、でもなぜかというと多分なんか情報はね、情報だとなんかあのテレビ局全国放送、なんかあの私日本に来てなんかちょっとびっくりしたんですよ、全国放送という言葉にという概念がそんなかったんですよ。台湾のテレビ番組は全部全国放送かな、わかんない、間違ったらごめんなさいね。私が知ってる限りなんか基本全部でもチャンネルの番号は違ったりするんですけど、基本とか全部全国か、なんか基本名前が知られる番組は全部全国って感じ。多分全国じゃなかったら、まあ、地方のテレビ局ある気がするんですけど、まあ、見ない感じかな。基本全国放送、うん、そうだからそう台北で放送してる番組は基本台中でも見られるのね。そう、何チャンネルあるの？わからない、これはわからない、多すぎて日本の10倍くらいあるから、何チャンネルあるのかわかんない。日本なんだろう、うん、地上波はめちゃくちゃ少ないから、日本より全然少ないから、基本地上波しかない家はなかなかない。だって本当に少ないだから普通にちょっと払ってでめちゃくちゃ増えるの、10倍ぐらい、うん、なんうんうんくらいある。なんだろう、でも全部のチャンネル全部ちゃんとあのチャンネルがあるわけない気がする。わかんない。いつも私いつも76、77見てたから、他のチャンネルはちょっとわかんない。76は大衆ではね、76、77は日本の番組のチャンネル
全部日本のこと言ってるチャンネルです、この2つは。で、75は日本のアニメの気がする。で、95もそうだ、そうらしい。で、NHK は何番だっけ？ NHK もあった。何番だっけ？でも90何番だった気がする。95？ でも95はアニメかな？ 95 はアニメ？わかんない。うん、かめっちゃあるの。だから日本に来てなんかリモコンを押して NHK ある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 ありました。なんだろう、なんだっけ、なんか台湾のあのリモコンを、ね、押したらなんか例えば76だったら7押して6押したら76チャンネルになるんですけど、日本に来て7押したら7チャンネルになった。じゃあ76だったらどうしよう。7押して6押してで7チャンネルになって6チャンネルになったって感じ。じゃあちゃんと見たら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 どういうことって思って、あ、なかった。日本のテレビ局ってこんなに少ないかびっくりした。めちゃくちゃびっくりしたし、という全国放送ということが、なんで全国放送じゃないのと思ったんですよ。まあ理由はちゃんとあるでも分かったんですけど、あの最初の頃なんでだろうと思って、なんか地方のメンバー誰かをちょっと忘れたんですけど、フォーかな、フォーの誰かが言ってた、テレビってなんかチャンネル3つしか 3つかなんつかちょっと覚えて、3つしかないからあまり見てないって、見てなかったって言った。3つ、なんかうん、とりあえずめちゃくちゃ少なかった。ドラえもんもやってるの？やってる。あ、ちなみに、ドラえもんは地上波、でも名前は地上波じゃないですけど、お金は払わなくても見えるチャンネルね。で、放送されてるから、みんな知ってるドラえもんのこと。秋田、宮城は少ないらしいですって。ほうほうほう。京香ちゃんが M ステやってないって言ってたって、 M ステや逆に台湾やってた台湾で見てた高1高2くらいまであった。でその後がなくってなくなった見れなかった。でもその前は見てた、録画も毎週してた。1ヶ月遅れなんですけど1ヶ月遅れなんですけど、日本だと生放送じゃない、私にとっては1ヶ月前の放送だったの、収録だった普通にでもそれでも嬉しい、それでも嬉しい。全然
高1、高2、これ、高2何年だっけ。ユウは何しに日本へやってる、やってる、わかんない、ちゃん、うん、み、うん、これはちょっとでもやってる気がするけど、わかんない。ビンゴはない。ビンゴはない。でも、48賞があった。NHK だから。48賞があったんですけど、ビンゴはない。ビンゴは見たかったな。48賞あった、あった、あった。録画してた。アイドル番組、アイドルの番組は48章しかないかも、わかんない。なんだろう、例えばビンゴもなかったし、ビンゴもアイドルの番組、例えばない、そんなないかな。 NHK、 うん、48章、48章あった。その M ステ誰が出た、え、待ってください、私がでも最後じゃない気がするんですけど、なんとなく結構結構最後の方、何年だっけ、ちょっと確認しますね。印象的にはではないんですけど、なんだろう、多分なんですけど、家入レオさんの社員の後にもうない気がする。え、実際わかんないですよ、嘘かもしれない。何年のシングル、何年だっけ、ライブ 出演じゃない、社員はあったあった、 2012? あ、じゃあもうちょっとあって、2012年だっけ、2012年。記憶では、うん、ほぼ今日ほぼ最後の方、実際わかんないけど、実際わかんないですけど、 なんだろう、結構なんか最、その後なんか見た、ちょっと、とりあえず M ステがね、放送がなくなったのがめちゃくちゃ悲しかった、超悲しかった。その後の記憶はちょっと曖昧なんですけど、社員が大好きだから、出る前の1週間もね、なんか予告みたいな、なんか17歳のなんだろう、めっちゃなんか注目されてるスター来週出るよという、おお、なんかちょっと一瞬だけあの MV が流れてて、はっ、やばい、めっちゃ好きって思って、翌週を見てめちゃくちゃ好きになって、でまたなんかちょっと時間経って M ステが見ることができなくなった記憶が、でも本当にめちゃくちゃ前だから、曖昧、すごく曖昧だから遅かもしれないですけど、うん、そのだから2013年かな、でも13年気がする。とりあえず多分今もない、 M ステ台湾では。なんだろう、ケミンショーめちゃくちゃ見てたと、ドラマめちゃくちゃ見てた、ドラマとケミンショーと、なんだろう、好きな番組何があったっけ。あれも好き、あの逆に日本に来てから見たことない、あの家を綺麗に、めちゃくちゃありえないくらい綺麗にする番組めっちゃ有名だった、めっちゃ有名、みんな見てる、あのなんか昔のなんだろう
ちょっとなんだ古いとかちょっと不便利な家をもう一度綺麗にする番組が、そう、家を、リフォームする番組、そう、ビフォーアフターかな、なんだろう、あの番組の本当の、なんか本当の名前、いや本当じゃない、あの日本語の名前、うん、そう、本当の名前は知らなかったから、知らないから、そう、だってもたっても多分ビフォーアフター、あ、アフター、アフター、ビフォーアフター、そう、多分めちゃくちゃ見てた。あれもなんか、あ、見て、なんか幸せ、なんかわかりますか、なんか見ただけで、あ、こんな家に住んだらいいなとかめっちゃ思う。うん、そう、だから見た、このあの文房具を見た。そう、本当にめっちゃ素晴らしい。とか何見たっけ、まあ、あの1万1ヶ月黄金伝説かなの1万円1ヶ月企画も見てた。うん、そう、でも結局ドラマかな。結局ドラマが大好きだから、ドラマが一番好き。うん、ドラマもこれって放送されるの、まあね、字幕問題だから、まあ同じなんか、まあ最新でも1週間くらい遅れる、最新でもなんか字幕問題だね、通訳、翻訳問題だから、最新でも1週間くらい遅れるとか、めちゃくちゃ前のドラマとか、うん、そう、日本語勉強になった、まあ勉強になる、うん、とか録画、基本録画してゆっくりで自分のペースで見るって感じ。なんだろう、まだ学生だったので、テレビを見れる時間は夜ご飯の時間しかないから、うん、もともと家でのルールは、食べ物食べるときはテレビを見ちゃダメというルールがあったんですね。ママが頑張ってご飯を毎日作ってくれたから、うん、ちゃんとね、食べなきゃいけない、食べなきゃ、食べてるけど、なんだろう、ご飯を見て食べなければいけないというルールがあったんですけど、特に高校生になってめちゃくちゃなんか時間がなくて、休憩できる時間がなくて、で、おうちでもそのルールありました、まあね基本当たり前なんですけど、私は高校生の時に、特に高2高3は本当に夜ご飯の時間しか休憩できなくて、でママがそれを許してくれて、うん、見てたっていうか、ママもハマってた。
なんだろう、いいドラマを探して、ママこのドラマめちゃくちゃいいよ、一緒に見ようってなんか私が見るだけじゃなくて一緒に見ようってなったら、パパもたまに見る。だけどパパのなんだろう時間になったらもうダメ。パパの時間になったらちゃんとあのリモコンを渡すというルールがあって、うん、ハマって許したんじゃん。なんだろう、まあこれもママの優しさね。巻き込んだちょっと言い方なんだろう、ママもね、なんか優しい。だってママは、まあ、ママも忙しかった、お仕事でね。まあ休憩できる時間はそれしかないからね。パパは何見てたの？ニュースニュース毎日ニュースを見てる。なんかニュースどんな番組好きなの？ニュースいつも見てる。もうそうとか、あのドラマとか。でも基本録画機、録画マシン、録画機は私とお姉ちゃんが使ってる。ニュースしか見ないの？とか、ママとパパがなんか韓国のドラマとか見てるとか、たまに台湾のドラマも見るって感じかな。私は偏食だから日本の番組しか見てないですけど、台湾の番組も見てない。台湾の番組もよくわかんないんですけど、ちょっと ごめんなさいっていうか、ちょっとなんか詳しくはないんですけど、そう、もともとテレビを見ない人間だったから、そう、もともとはね。偏食だから友達が会話してる時にみんなが言ってる番組とかドラマの内容私は一切知らない。隣でニコニコしながら聞いてたですね、みんなの話題に入ることができなくて、ただただ聞いて、あ、そんなことあったな、あーへーって感じ、うん、なんだろう、そう、日本大好きじゃん、うん、日本マニアだから日本マニアだから、それでも興味持たないのすごい。でもずっと前からですよ、小学生の時から。でも最近この曲いいよね、あー誰の曲、まるまるさんの曲だよ、あーそうなんだもう全然もう話が入らなくて、でももともとなんか、うん、そう、ちょっとはね、うん、隣で聞いてて、あ、そんなことあったなって思いながら、もともとそうだったんで、うん、あーしか言ってない。そう、ちょっとはね、本当にごめんなさいって感じなんですけど、分かってるふりはその頃から、いや分かってるふりじゃないですよ。あ、そうなんだで、明らかにわからないあーでも本当になんか、だからなんか、なんだろう、仲いい友達でもなんか一緒に話すできる話題が一個ちょっと少なかった、ちょっと寂しかったね。みんなが最近のドラマめっちゃ面白いよね。しかも家でもなんかパパのルールがという、なんかなんだろう、ドラマを
ハマっちゃいけないというなんだろう、まあ見たいドラマがなくはなかなくはないんですよ。めちゃくちゃ見たいドラマがあったんですよ。小学生の頃。でもパパが厳しくて、じゃあ人生は2つのドラマしか見えないとしたらこれを見るって、うん、じゃあ残り1つだねってそう、だから、うん、人生は私がね2つのドラマしか見えないんですよ。パパが作ったというルールはね、そう、一つのチャンスもなくなった見たうん2個目はうん、そう、なんか、うん、その後喧嘩しなんかなんかあの時喧嘩した、小5かな。今考えたらねパパが厳しい、だから友達の家に行ってめちゃくちゃドラマ見た家では見えないから、友達の家に行って、しかもめっちゃ不思議だった、え、友達の家に行って友達のお母さんも見てた、え、一緒にドラマを見たのと思って、ありえないと思った、そうなんですけど、今考えたらね、うん、お母さんドラマ見ないの？私がちっちゃい頃は見てないっていうか、ママもパパもそんなに、なんだろうという、なんでアイドルを好きになったのということが理解できてくれなかったの。 AKB が好き、え、アイドルって感じだから、なんだろう、ファンミーティングはあったんですよ、台湾でメンバーが、まあ自分がまだなんか一人で台北に行く勇気はなかったのもあるし、家族はねそんなに、うん、という、行っていいよとか全然行ってくれないから、そう、え、私はまだまだまだなんか毎日曲を聴いてるだけで、お姉ちゃんがねもっとお姉ちゃんが見てることがめっちゃ多くて、なんかライブ DVD を買ったり、うちわを持ってあのテレビの前で、そう、うん、うちわ持ったんですよ、あの家で。でもこれは可愛いなと思ったんですけど、パパとママが、特にママは理解できなくて、批判嫌いじゃないですけど、なんでそんなに好きなのかはなんか理解はできなくて、パパとママはね。そう、お姉ちゃんすごいんですよ、お姉ちゃんの熱量はすごいし、テレビの前で、そう、テレビの前で DVD を買ってプレイヤーして一緒に歌ったりお姉ちゃんはあの歌詞は分からなくて、日本語ね、日本語歌詞分からないから、めっちゃ適当に、なんか歌詞は全然合ってないのにめっちゃ頑張って歌ってた、うん、もうこれはお姉ちゃん誰推し、これは何もお姉ちゃんに聞いてもちゃんと答えられないと思う。お姉ちゃんの推し面はねめちゃくちゃ多いですよ、多くて、うん、でも最近ずっと可愛い可愛い可愛いって言ったのは全部 BNK さんの子たちなんですけど、とか日本、なんかもともとは最初はあのマリコ様のファンだったんですけど、
その後はめっちゃいろんなメンバーを見て好きで、とかなんだろう、めちゃくちゃ見てるから逆に推しメン、日本での推しメンは誰なのか私もちょっと分かんない、多分全体的に見てるから、すごい。お姉ちゃんもねライブ行ったらね絶対になんかチケットとか写真を全部まとめてちゃんとメモ帳、という現場に行った時のなんか写真とか全部まとめてちゃんと貼って、なんだ、ん突然、ここどうしたのちゃんと貼ってアルバムも作って、まあ、自己満足なんですけど私は素敵だと思う。でお姉ちゃんあれ見せないんですよ、私なんか私がっていうかなんか自分用なんですけど、めっちゃなんか本当に素敵、これはめっちゃ尊敬してる。そう記念になるし見たら思い出すとか、お姉ちゃんの1ページ目のあのコンサートもなんか何年後8年後7年後くらいまた同じアーティストさんのライブに行って、で何年前だろう分かんないんですけど、めちゃくちゃ前なんですけどのあれを見て、はあ自分がこんなに成長したなとか、私までも感動した、私ファンじゃないですけど感動した、あの時のお姉ちゃんのことまだ覚えてる、あの時お姉ちゃんめっちゃ勇気があって人なんか友達と一緒に台北に行ってそのコンサート行ったのは覚えてるから、すごいな時間の流れが。本当に自分の写真も貼ってあるのをお姉ちゃんはだって自分用だからね、そんなにたくさんの人に見られるものじゃないから、そう記念用台湾コンサート、あの去年の9月のコンサート、あの 10月のコンサートもそう貼って、パパとママの写真はねスリーショットも貼ってた貼ってた、そうみんなちゃんと一つ一つねちゃんと書いてて素敵今度劇場入り口で自撮りしてみようかな、ぜひぜひしてみてください。記念何人家族なの？5人、パパママお姉ちゃん私なんですけど、おばあちゃんもいるです そう、なんで突然の話、あテレビの話ねテレビの話、とかお姉ちゃん何見てたの、何見てたっけ、なんだろう、ドラマかな私の影響で、
そう、やっぱりドラマが好きって話になっちゃう。ドラマが好き、本当にもう最近はそんなに見てないですけど、はあ、最近はいろいろちょっとやってるからドラマはそんなに見てないですけど、うん、一番の趣味はやっぱドラマを見ることです。なんだろう、物語がす、な、なんだろう、物が、なんだろうというドラマと映画の世界が本当に好きで憧れてる。で、自分もなんかドラマと映画の世界で、なんだろう、なんだ、なんか爪をなんかしたらいいなと思います。見始めると最後まで見たくなるよね。そうだからちゃんと選んでみるじゃないと見終われない。なんかうん、ちゃんと最初からちゃんと選んでこのドラマを見るか見ないかちゃんと選んで見る。うん、そうじゃないと全部見ちゃう、時間がなくなる。とりあえず 2,3 話くらい全部見る？とりあえず最初の5分間見る。で見てドラマの雰囲気を大体分かって、この雰囲気は私は多分これから好きになるかならないか判断する。私基本すぐ分かる。なんかなんとなく、ま、なんかタイトルとポスターかと、なんだろう、最初の雰囲気を見て大体わかるんですよ、自分がこの内容とかなんか好きになるかどうかわかるんですよ。一目惚れタイプはないかな。なんだろう、作品の雰囲気がすぐわかる。自分の好みはね、うん、なんかちなみになんか最初から見ない、なんか例えば途中から3話から見るとかそういうのは絶対しない。見るなら第1話の最初から見るじゃないと、いや考えられない。もう見るなら第1話の最初から見る。なんでこだわりだし、あのネタバレは絶対されたくない。されたらもう見たくない。それともなんだろう、他の人と話しててこのドラマ面白いよとか、あそうなんだ、興味なかったらどんな内容とか聞く。だから私がどんな内容とか聞いたら多分もう私みんな、これ秘密だよ、秘密だよ。だからどん
聞いてみたら多分もう見ないから内容聞いても大丈夫だよってこと。あっさりといた私恥ずかしい。うん、そう、なんかあそうなんだ、あじゃあ言わないで私が見るからって言ったら見るなんだろう、そうなんだ、内容は どんな感じとか聞いてみたらもう見ないから基本はね。でも例外もあるけど基本はね。そう、時間の節約術そう、聞いたら見たくなるのでは。ある、でも少ない。今まで聞いてから見たくなるのは少ない。うん、好きな女優さんが見てたりしたら見ますか？基本は見ますけど内容が普通っていうか内容が自分の好みじゃなかったら多分携帯を使いながら見るって感じ。うん、内容が一番、内容によってちゃんと見るか他のことしながら見るかうん、内容によります。そう、ドラマを聞くことも多いですね最近。この1週間くらい同じドラマの同じ回を多分30回くらい聞いた、勉強しながらとかなんかするときに、なんか聞きたいかときにあのドラマのあの回を聞いて、うん、30回くらい聞いたか、30回くらい聞いたそう、BGM として聞いた。この1週間くらい30回あるかな、あるさ、うん、あるかもしれない。覚えちゃった。でもめちゃくちゃもう、めちゃくちゃ聞いてる。ショルも BGM 代わりはよくする。私はドラマを BGM にする。ドラマを、うん、もう最近めちゃくちゃ聞いてる。まあ本当に最近放送されてるドラマが少ないんじゃないですか。そう、最近美食探偵にハマってて美食探偵の第4話をめちゃくちゃ聞いてる。30回くらい見ながらなんか勉強とかなんちゃら感じでしてた。本当に第3話もよかった。でも第4話はやっぱ一番、第4話はなんかおう、うん、
日曜ドラマ、その日曜ドラマなんか気づいたら自分が結構日曜ドラマを結構見てる。あの第4話はめっちゃ好き。あのうー怖いところはちゃんと怖かったし、タイミングとか全部良かった。あのもうめちゃくちゃ聞いてて、そう怖いところもあったんですけど、怖さはちょうどいい、私が見れる範囲怖かった。なんか見れない怖さもあるんじゃないですか。全然見れる怖さだし、スピードもすごく素晴らしかったし、全体的な雰囲気もホラーじゃないです、ホラーじゃないですけど、ちょっと怖いシーンもあったんですね。ちょうどなんか本当に良かった、めっちゃ好きです。とかもうちょっと前、エモにハマってるけど、今は放送をちょっとね、ちょっとはね、もうちょっと時間かかりそう、これはちょっと悲しい。とかなんだろう、ちょっと最近のドラマまた何がある、皆様。欲しい靴、でも最後まで見ないとわからない、最後まで見ないと。でもこの2つとも星5になる可能性が高い。お、ナッキーさん、コマありがとうございます、コマいただきました。そう、星はね全部見てからつける。うん、でも多分この2つとも星5になります、わかんないですけど。でもあの最終話まではなんか星5と思ったけど、最初は見て星1になったこともあります。1回だけなんですけど、めちゃくちゃ好きだったドラマが最後がになったことがあります。1回だけなんか、うん、でもめちゃくちゃ楽しみにしてたけど、最後犯人はこれ、この方法で、雑じゃない？で終わった、終わった？って感じ。一回あった、一回あった。うん。そう。悲しかった。めっちゃ何年前だろう。めちゃくちゃ前なんですか。うん、突然何年後とかのパターンも嫌い。そうなの？私は流れによります。そう嫌いではない。うん、そう、うん、若干切ない系が好きかも。昔見たドラマ内容覚えてるの？好きなドラマは覚えてる。好きなドラマはね、後日
がなかったりするな。口実ね、読めない。口実談って何ですか？口実談で何ですか？今何時？19時。おお、1時間以上か。その後、ああ、口実、あ、その後の、口実談、内容によります。そんなに、嫌いとかじゃない。続き、物語が終わった後の正解の話、後日談のこと。おお、ほうほうほう。でも嫌いじゃないんですよ。全然。なんだろう。もう最近はちょっと昔のドラマを見た。十何年前のドラマを見た。はあ、めっちゃくちゃいいドラマを見た。めっちゃくちゃ、なんだろう。星5ドラマもう一つ覚えました。でも10年以上前のドラマなんですけど、そうよかったって感じ。でも最近は本当にそんなに見てないな。最近は、あ、でも日本語の勉強もしてるので、そうだからドラマを見たらなんか時間がなくなるんじゃないですか。だから同じドラマをひたすら聞く、勉強しながら BGM として聞く。そう、あの美食サンデーの第4話をめちゃめちゃ聞く。本当にこの1週間はめちゃくちゃ聞いてるの。そう、音楽を聞いたらなんか逆になんか歌いたくなっちゃうんですよ。もうドラマを見て聞いてそれも勉強になるから。勉強、文章を読むのが、そう、めちゃくちゃ勉強になるんですね。文章、なんか役者さんたちのインタビューを見て、なんだろう、今は毎月じゃない、2ヶ月1回の雑誌なんですけど、毎回買って、で、監督さんや役者さんのインタビューを読んでっていうか勉強して、で、なんだろう、世界観がすごく広くなるし、なんだろう、なんか自分は経験はなくはないんですけど、めっちゃ少ないじゃないですか。私お芝居の経験が少ないので、なんか知らないことばかりなんですけど、でも役者さんたちの話を聞いてじゃない、インタビューを読んで、あ、そういう撮影の方法とか撮影のなんだろう現場ってこれは普通なのかとか、いろいろすごく勉強になりますし、なんか違う人のあのお芝居のに対する気持ちが違うんじゃないですか。だからいろんな方のあのこの道に進む、なんでしょう、進む気持ちを知ることもできて、すごく
なんか素敵だなと思って、毎日、毎日ではないんですけど基本できれば毎日読んでる、うん、とかなんだろう、普段ドラマとか見ててなんかみんな注目するのは主役の方とか有名の方じゃないですか。でもそれだけではなくてお芝居のことを本当に愛する方とか、あの演技がすごく素敵な方もいっぱいいらっしゃるので、インタビューを読んでもっとたくさんの方々の世界観を知ることができて、自分がこれはすごく好きなので見てる趣味兼勉強って感じ。日本語の勉強もすごくなりますよ。日本語の勉強もすごくなります。なんか普段のなんか生活会話、日常会話で使われてない言葉もいっぱい勉強になりました。そう、趣味兼勉強って感じ。調べたりする、めちゃくちゃ調べたりする。インタビューでもともとはね、あの知らない言葉があればすぐ調べるんですけど、でもやっぱりそうだったらなんか文章はね、流れがねちょっと途中に切れちゃうので、わかんない言葉をなんか隣に剣線を書いて全部読んだ後に一つ一つ調べてメモ帳に書いてる。なんか1ヶ月1回すぐそこ、すぐここ、待って、私のメモ帳はどこだすぐここで行ったのに、私のメモ帳、あ、ここだ、という、でもめっちゃボロボロだから内容は 見せないですけど、というメモ帳を作って、で基本目標は1ヶ月1作って感じ。そう、内容はね、でもめっちゃボロボロ私自分用だからね見せないから字がめっちゃ汚いですけど、うん、そう、こんな感じで書いてるそう、本当にめっちゃなんか普段絶対使われない言葉をいっぱい勉強できて、なんだろう書きまみせる、書きまみるとか普段使わないんじゃ、普段使いますか皆さん、わかんないですけど日常会話使わないんじゃないですか、少なくてもメンバーなんか使ったことない気がするそれともなんかみんながあの私にあの話すときになんか簡単な言葉を使ってくれるとか、かいま、私まだ間違ったの、かいま、恥ずかしいとか、なんだろう、めっちゃなんだろう、いろいろ、いろいろ書いてるとか、役者さんの素敵な話を書いたりするとか、ドラマとか映画で使われる用語も書いてる、うん、ということ。でも数ヶ月前から、そう、去年の年末くらいから、あ、垣間見る、才能を垣間見るとか
違う一面を垣間見るとか、そう書いてる書いてる、いろいろ。とかドラマで見た素敵な話とか覚えたい話とか。ノートいっぱいになった。何本目？12月、1月、2月、3月、3月と4月は同じメモ帳。4、5本目。で電車に乗るときはもともとは携帯をひたすら使ったりしてたんですけど、今はメモ帳を読んだりする。今もう何だろう、本当に歩きながら普通に毎日何だろう、そう、うん、毎日見てる。5冊目。5冊目かな。で一つのメモ帳で30ページくらい、そう結構。でひたすら見て読んで、とりあえず頑張って覚える範囲まで覚えるという勉強法なんですけど、昨日もめちゃくちゃ読んでて、でもやっぱちょっと分かんない言葉もありますね。え、聞いてもいい？なんかいつかの配信でなんか勉強配信しようと思ったんですよ。なんか教えてもらいたいから。まさに今いいですか。昨日分からなかった言葉一つあって、スレスレとギリギリの使い方はね、ちょっと分かったような分かってないような。スレスレとギリギリ、ギリギリ間に合ったってことは間に合ったってことですよね。スレスレ不合格は合格ってこと？なんだろう、ネットで調べたんですけど、大体同じですけど微妙に違うと書かれて、でなんとなく分かったけど、なんとなく分かってなかった気がする。待って、スレスレ不合格は不合格ってこと？合格じゃない？でもスレスレは丸々ではないってことじゃない？だから不合格ではないってことは合格じゃない？スレスレってことはギリギリ合格ってこと？だからスレスレ不合格は不合格ってこと？え？それともスレスレの後は否定ですか？これは一番聞きたかった。スレ不合格スレスレイコールギリギリ合格？どういうこと？待って、悪い良くないことにつくスレスレ、まるまるスレスレが、でスレスレの後は否定？そうでもない？本当にこれは昨日はねめっちゃ研究したんですよ。昨日の夜研究してた。
スレスレは微妙に届かないこと、スレスレはスレスレは微妙に微妙になんだっけ、届かない、届かないが、わかんない。だから不合格スレスレってことは合格ってこと、不合格、スレ不合格スレス。もう昨日はねこれを研究することにめっちゃ時間かかった。説明だと難しい。皆さんこの言葉よく使いますか、使いますかね。スレスレはギリギリ悪い状態にならなかったという意味。ほうほうほう。遅刻スレスレってことは、遅刻スレスレってことは遅刻してなかったってこと、知ったってこと。わかんない本当に。これはギリギリセーフってことは、セーフってことで、ギリギリセーフはセーフってことですよね。不合格スレスレで合格ってこと。ほうほうほう。遅刻スレスレは間に合ったってこと。ちょっと逆ってことですね。待って待って待って、メモする。遅刻スレスレ、遅刻スレスレイコール、これはギリギリ間に合った、昨日はですね、これめちゃくちゃ研究したの、本当に分からなかったと。もう一つ、めくり合いと出会いの違いは何ですか。めくり合いと出会い、ちょっと違いますよね、ニュアンスが。これも分かんない。めくり合ったと出会った。難しいって、もうごめんなさい、なんか難しい。なんかネットで調べたんですけど、なんだろう、なんかちゃんと説明できる人が多分そんなになくいなくて、ネットで調べた限りね、運命的に、運命的な感じはめくり合ったってこと。探してて会ったってこと、出会いは偶然出会った、めくり合いは探したってこと。例えば、どういうこと、めくり合いは偶然な出会い、逆じゃない。待って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 、逆じゃん。なんかコメントはね、なんだろう、めくり合いと出会いはね、ちょっと本当にちょっと分かんないと。もっと前の、配信で言ったことある気がする。配信で言ったっけ、まざる、まぜる、まじる。これもね、配信で言ったっけ、言ったら多分もう半年前のことかな、分かんないですけど、めっちゃ前かな。言った、言った。
そう、見つかったの見つけたね、未だに分かんないんですよ。モバメなんかね送ったら間違ったよって教えてもらったのに、まだ今度あ間違ったよと言われて、え私また間違ったのなんか教えてもらったのにって思ったんですけど、申し訳ないんですよ。間違ったねって、数日後間違ったねってもう一度言われた。あーやばい、わかんない。なんちゃらかんちゃらを見つけた、なんちゃらかんちゃらが見つかったんですよね。でもなんで私が間違ってるの、え待って合ってるよね、なんちゃらかんちゃらを見つけたが見つかったですよね。でも間違ってる、私は普通に間違ってるなんでモバメのもなんか教えてもらったのに、なんかねなんかまんまでわかんない。そう、ごめんなさいと、いつものわとかわとかがとでトニー、デートニーも適当に使ってる、わかんないデートニーワートがもうわかんない、なんかおーもうわかんない、あともうおーは、ま、がとおがとおがとおもうわかんない、ねでと、いやいや、でとおです。がもうわかんない、なんだろう、そう、おもういろんな意味ある。そう、なんかちょっと前、先月かなで配信で言ったんですけど、お好きになったか好きになったというのが本当にわかんないあーやばい、どうしよう、先生が欲しい、先生が欲しい、誰か教えて、とか、なんだろう、いろいろ、とか、いろんな、なんだろう、用語とか、撮影、なんだろう、撮影というか、なんだろう、ドラマとか映画の世界にはよく使われる言葉なんですけど、私普段使ってないからいろいろメモしたりするんです。いつか使える日が来るように頑張ります頑張ります。例えば昨日勉強したのは、昨日18時間前勉強したのはバミルという言葉です。バミル、わかんない、イントネーションわかんないですけど、なんで W？ なんでみんな W なの？バミル？合ってる？最初の方がバミル。なんで笑ったの？え、なんで怖い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 、私なんか変なこと言っちゃった？バミル合ってるよね。なんだろう？
でもね、それを見たら、あ、これ私は物理使ってるものじゃんと思って、あのテープのことね、なんだろう、舞台とか、なんだろう、撮影とか立ち位置はね、ちゃんとなんテープでバツって書いてるところをね、ここに立ってというテープ、業界用語で、え、ちなみに知ってるよって方どのくらいいますか？そう、いつよ、普通に使ってるのに名前知らなかった。あ、知ってる、うん、じゃあ、うん、普通知ってるけど普段使わない、ほうほうほう、知ってるけど使わないみんな同じ知ってるけど使わない。私も逆に、なんだろう、使ってるけど名前知らない、うわ待って、私使ってるよ、使ってるよ、撮影とかも、あのちゃんとここに立ってという、なんかね、名前知らなかったみんなと逆だ、恥ずかしい。昨日知った昨日知った、この世界に入って5年目なのに、バミル、だって普段はね、踊る方が多いかな、踊る時にというバスじゃなくて番号はね、今 4.5、 次 2.25 とかで、3セリ、3、なんかセリがあるんじゃないですか、劇場だと1セリ2セリ3セリというセリがあるから、例えば今は5番2セリ、次は 3.75 の3セリ前とか、とこうやって覚えたの。全部バミをつける、え、バミルが動詞、なんかこれをつけるわけにはいかないじゃないですか、そうだったら劇場はパパパパパ全部つけちゃうそうじゃなくて番号はね、番号の方が多いで、撮影の時は一つしかないの、だってなんか特に生ジェシ撮影とかね、ここ見たらわかる、名前なんかバミルという言葉使わなくても自然にわかるの、だから名前は知らなかった、昨日知った。劇場汚くなっちゃう、そう、劇場はない、劇場はない、そんなのない、番号はね。でもコンサートとかの時にやっぱありますね、コンサートは特に TDC の多い、わかんないんですけど TDC のというパーツはめっちゃ多くていろんな色、いろんな形で、うん多分違うコンサートの時に使われてる、あの記号だと思う、印だと思う、私印象はめちゃくちゃ多い、劇場はないかな、番号はね、番号があったから、番号とセリあるんじゃないですか、だから線があるの、だから分かるの、そうとか。でもやっぱ舞台かな、舞台の時はちゃんとある、バミル、でも待ってください、バミル、これは動詞ですよね、バミ、え、名詞は何、印、0.25 変わらないって先輩が怒って、 0.25 変わってるバミル印、でも バミルという言葉の例文を探してたんですけど合ってるかとかわからない、バミル位置、シールシがバミリ、バミリ合ってる、私のあの
イントネーション、バミリ、バミリは動詞ってこと？立ち位置を決めるはバミル、ほうほうほう、バミリ、完全に業界用語だから例文は難しそう。あ、ネットもそんな同じ言葉あっただからこの例文合ってるかどうかちょっと分かんないけど、多分こうやって使ってるよという例文のところそう書いてあった。うん、でも本当に5年目なんですよ私。今はね、今さこの印の名前知った。そう、なんか撮影も、まあ、ドラマ、まあ、経験はまだ少ないですけど、一応ドラマで経験はないなくはないですね。でカメラ、なんだろう、カメラリハしてここに立って、で立ったら確かにバミルあのつけてくれる。舞台もそうだったんですね。でも本当にさっき言ったような、なんか撮影、生地撮影はそのままパッて一つしかないと、あのダンスするときに、まあ、フォーメーション、なんだろう、立ち位置表基本的にもらうんですけど、もらってない時もあるんですね。その場で決めるということもあるんですけど、でもやっぱり番号はね、番号と何セリとかというこんな感じなので作らない。だから私はまだまだ、まあ、そんなまだ使ったことそんなにないけど、そう、でも、そう、でもちゃんとは聞いてなかった。ここバミってとか、そう言う、わかんない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 けど、確かにスタッフさんがなんか言って、で AD さんがなんかつけた気がする。なんかでもその言葉で頭に入ってなかったからわかんなかった。バミって言う、ほうほうほう、ほうほうほう。写真撮影はカメラマンさんよ、カメラマンさんが使ってるってこと？うん、そう、スタッフさん同士の会話の時に使われてる。だから私たちは使わない、見るだけ、これこのパーツを見るだけだから。昨日はやっぱ見るって何って調べたら、え待って、私は よく使ってるじゃんと思って、一回も言われたことないんですよ。ここバミって、あ、確かに自分で作る、つけるとか、そんなことないんで、なかったので、自分でつけるなかったんですけど。そう。ん？そういうのがね、いろいろ勉強して書いてるメモ帳に。もちろん役者さんだけのことではないんですけど、編集の方、編集、映像の編集の方のインタビューとか、監督さんのインタビューとかいろいろ見て、めちゃくちゃ考えたこともないことをいっぱい勉強できます。そういうのが結構基本できれば毎日してる。なんかしないと進むことができないなと思って
知ってるけど、なんだろう、勉強するほど自分がなんだろう足りないなという気持ちがなんかなんだろう分かってきて、ちょっと怖い、怖いけどする怖いけど、ああこんなことを知らなかったな私とかめっちゃ思っちゃう。うん、もうする。もう去年の年末くらいかな。そう、5冊目かな。覚えてないけど、わかんないけど。今日はまだ今日はまだ、今何時、おお、もうすぐ2時間が、うん、怖くてもう逃げちゃダメなやつだか。そうそうそうなんですよ。だって自分は日本で生活したい、生活したいわけではなくて活躍したいから、だからもっといろいろ勉強しなければいけないなと思う。言葉もそうですし、言葉以外のこともね。ふー、業界用語なら何でも反対に言う言い方もあるよ。寿司をシースって言うよ聞いたことある。なんだっけ、場所もそうじゃない、六本木をキヨンボ、なんだっけ、なんでちゃんと言わないのと、先輩をパイセンって言うとかキロンキロンキキロンポンキロンキロンポン、え待って、言いづらくない言いづらい、逆に先輩のことパイセンって。銀座はザ銀、え本当に使われてますか皆さん、言いづらい、無理。ザキンいいづらい、ちょっとできない、大丈夫、使ったことないし使わない、一般の人は使わない。ちょっとだから業界の人本当に使ってる、わかんない、聞いたことない。あ今は誰も使っていません。ほうほうほう、そうなんだ、勉強になりました。使ったことないけどとか、いろいろまだ勉強してます。うん、です。なんで突然この話、あ役者の話、あ最近あ雑誌を見てるって話、ほうほう随分遠回りしたね、いつも通り話がどんどん遠くなっちゃって、うん、そろそろかな、鼻が、待ってください、何日、おお、あそういうことか、ほう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 、
ひえほおうほ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 う、はい、すごいことがすごいことが、まあ、また後日に、あさっても配信します。このすごいことは多分あさって、そうあさって配信を見てくださいあさって配信見てください。はい、ではそろそろ終わります。楽しいこと、楽しいことだよもうすごいこと、おーってまあまたあさってね。うん、ではそろそろランキングいきましょう。いいですか皆さん。いいことなら楽しみに待ってるって、優しい、楽しみに待ってください。ではランキングいきます。はい、13位から、待ってください。私の携帯の問題か、なんかの問題が、ちょっと待ってくださいね、ちょっと確認しますね。私の携帯の問題じゃないですよね。はい、ではランキングいきます。13位は中からくんです。12位は誰さんですか。12位の方、名前がない、名前がない待ってください。これは私の携帯の問題ですか、それとも皆さん見えますか。見えたら教えてください。名前がありますか。こっちは全然見えないですけど、ごめんなさい。見えない、名前がない、ナナシさん見えない、ナナシさんでいいですかナナシさんありがとうございます名前がない方ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。11位は渡里さんです。ありがとうございます。10位はシャルロットさんです。9位はプリン GT353 です。8位はケイさんです。7位はナッキさんです。ありがとうございます。コマちゃんもありがとうございます。6位はハヤテさんです。ありがとうございます。では続きます。5位は鈴鹿さんです。ありがとうございます。バドフェスさんのイベントありがとうございます。シギタンさんありがとうございます。なんか私はこのイベントのことを昨日知りました。本当にごめんなさい。最近はちょっと前はね、これは5月な7日くらいからですか、7日1週間前、ちょっとはね最近ちょっといろいろ書いてるし、ちょっとずっと家にいるんですけど、いろいろやってるのでちょっと情報が遅れているんですけど、申し訳ありません。なんか頑張ってくださった方がね、本当に頑張ってくださってる方に感謝する、ありがとうございます。なんだろう、皆さん自分のペースで頑張ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いします本当にごめんなさい。私の情報はね本当に遅かったんです。昨日知って、いつの間にって感じ。最近はでも最近は携帯を使う時間が本当にめちゃくちゃ少なくなって、使ってもこの勉強のね、日本語を調べたり、いろいろ調べたり、情報を集めたり、だからそんなにちゃんとはランキングが終わったごめんなさい。でも一度ね、そうだから本当にごめんなさいって感じなんですけど、頑張ってくださってありがとうございます
ではランキングが変わったのでもう一度、はい、13位から、とりあえずもう一度ね、13位はナナシさんです。12位は渡里さんです。11位はシャルロットさんです。シャルロットさんです。10位は、プリン GT353 です。9位はエアビスさんです。8位はケイさんです。7位はナキーさんです。6位はハヤテさんです。ありがとうございます。では続きます。5位はのこぽぽんさんです。ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。すずかさんです。ありがとうございます、じゃないこれじゃない、うさぎじゃない、ごめんなさい。はい、すずかさんです。ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。3位はジョイです。ありがとうございます。美食タウンで見てまちゃいの最後の最後、最後の最後の番宣を、なんだろう、なんでしょう、なんだろう、最後に食べたいもの、なんだろう、お母さんが作ったおかゆかな。うん、これ難しい難しい、なんだろう、なんでしょうね、ゆっくり考えるゆっくり考える。はい、では続きます。2位はナスカさんです。ありがとうございます。まっちゃんにこんばんは、お仕事お疲れ様。私はテレワーク中に見てて罪悪感、でも見たかったごめんなさい、めっちゃ噛んだ、見たかったんだよって、ありがとうございます、見にくれてありがとうございます、ごめんなさい。なんか配信時間はね、もうちょっと考えますね。なんだろう、この今回も前回も結構突然で30分前設定してて、自分もパタパタしてて、ああ本当に良くないなと思った。だから今度はもうちょっと早くね、伝えますね、ごめんなさい。では続きます。最後1位はマシンさんです。ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございます。1位になってくれてありがとうございます。はい、ではまた明後日、ちょうど2時間配信が、また明後日配信します。皆さんぜひまた見に来てください。はい、ではちょっと早いんですけど、皆さんおやすみなさい。バイバイ。また明後日ね。